やっぱり凌介とはもう会えない。本当に好きだったんだ、その人のこと。俺は優のこと何も知らないから。相手が凌介だったらよかったのに。アンジェンテ恋の致死魚。あ、やべ、筆箱忘れたかも。取ってくるけん先帰っとって。はいよ、しろよ。おかしいな、入れたと思ったんやけど。あれ、まだ誰か残ってる。あ、純粋に綺麗だと思った。少し悲しげに見えるその横顔と、同時に長い前髪の隙間から少しだけ覗くあざが妙に色っぽく見えて。ん？やばっ！隣のクラスの小関やっけ。それからなんとなくずっと気になって。ねえ、昨日の N ステ見た？友達はあまり多い方ではないらしい。休み時間はいつも本を読んでいて。やっべえ、宿題忘れてた。誰かと話している姿はほとんど見かけなかった。笑ったらどんな顔するんやろ。1年遅れんな、ラスト1周。ああと1周。今日も外を眺めとる。多分毎日下校時刻ギリギリまで教室に残っとる。何か帰りたくない理由でもあるんかな。そんなことをぼんやり考えてたら、しんど、前見ろっちゃ、前。え？そのまま壁に突っ込んで怪我した。いったー、しんど。凌介、話して。いやだ、返したくない。ここで話したらまたどっか行っちゃうんでしょ。あ、ごめん。なんで謝るの。やっぱり凌介とはもう会えない。どうして。どうしても答えになってない。ちゃんと言ってくれないとわからないよ。言ったでしょ、俺はおっさんの愛人してるような人間なんだよ。今までだってずっと繰り返してきた。お前といたあの時だって俺は。え？惨めになるんだ、お前といると。ひどいこと言ってるのはわかってる。全部わがままなのもわかってる。凌介は何も悪くない。全部俺が悪い。でも本当に俺のことを思ってくれるならもうほっといてほしい。お願い、お前の人生に俺は必要ない。どうか俺の知らないところで勝手に幸せになって。第2回クリパ元井クリボッチの集いを祝して。そんな名前だったっけ。なんでもええわ、とにかく乾杯。リア充滅べ。うっす、耳死んだ。そんなんだからモテねえんだよ。うっせ、黙れ。ほら、おめえはこれ飲め。いやいや待て、さすがにそれはえぐいって。なんか変な色してるし。そりゃ罰ゲームだからな。
ライム既読つかないな。上着も着ないでずっと外いたら風邪ひくよ。お、ともかちゃん、どうしたの？あんまり乗り気じゃなさそうだったのに急に参加するなんて。深い意味はないよ、予定なかったし。ほう、でも最近の涼介から元気って感じ。なんかあった？別に何も。嘘だ、明らかにテンション低いもん。まあ言いたくなかったら無理にとは言わないけどさ。振られた、多分。え？そうなんだ。元気出して。てかやっぱり彼女いたんじゃん。彼女とかそういうんじゃない。え？どういうこと？なんでもない。でも珍しいね、落ち込んでるの。前もその前も別れてもケロッとしてたのに。そうかな、そうだったかも。陽介って私のこと見てないよね。告白されて付き合っては見るけど、いつも振られて終わり。誰と付き合っていても思い浮かぶのはいつももう会えるかもわからない人。俺最低かも。結局代わりにしてただけだったのかもしれない。優の気持ちが変わっていたならそれはそれでよかった。恋人とかそういう関係じゃなくても、また友達として一緒にいられるならそれでよかった。でも俺は凌介と友達には戻れないよ。あれってそういうことじゃないの？ああ、もうわかんねえな。ともかちゃんはさ、はい。好きな人と一緒にいられない理由があるとするなら、それってどんな理由だと思う？あ、何それ。難しいな。少女漫画とかでよくある身分違いな恋とか、貴族と平民とか、アイドルと一般人とか、相手と自分の立場比べた時に釣り合わないから身を引くみたいな。立場は違わないと思うけどな。自分はそう思ってても相手や周りの人からしたら違うかもしれないでしょ。本当に好きな相手なら幸せになってほしいもん。自分といることで相手が辛い目に遭うなら、私なら身を引いちゃうかも。辛いことがあっても一緒に乗り越えたいって俺は思うよ。凌介みたいに強い人ばっかりじゃないよ。その道を選べない人だってきっといる。本当に好きだったんだ、その人のこと。ちょっとだけ羨ましいな。何が？こんなに人に好きになってもらえることってきっとなかなかないもん。ともかちゃんが思ってるほど綺麗なものじゃないよ。もう好きっていうより執着みたいなものかもしれない。一緒にいた時間より離れてた時間の方が長いし、自分のこの気持ちが何なのか分かんないや。私の話もちょっとだけ聞いてくれる？あ、ごめんね、俺の話ばっかしちゃって。何でも聞く。こんな時に言うのずるいって分かってるんだけど、
私すごい後悔したの。前に凌介に彼女ができたって聞いた時、なんでもっと早く言わなかったんだって。だから今度は後悔しないようにちゃんと伝えたい。私凌介のことが好き。でもね、でも私凌介にも後悔してほしくない。まだ納得してないんでしょ、その人のこと。だったらちゃんと聞いてこなくちゃ。その一緒にいれない理由言わないと後悔すると思った。友果ちゃん、俺。ああ、返事はいいの？聞かなくても分かってるから。見てたら分かるもん。凌介がその人をすごく好きなんだって。だからこれは自己満足。結果は分かってても、このままにしてまたモヤモヤするのが嫌だっただけだから。そうだよな、後悔はしたくない。ありがとう、ともかちゃん。好きになってくれて。うん。ちょっと、ともかと凌介、いつまで密会してんのよ。スマブラすぞ、スマブラ。優勝者にはどうしようかな。凌介のパンツあげる。いらんわ。やめて。つか声でかい、ご近所迷惑。ごめんなさい。だから。だいぶ片付いたかな。おや。すまないね、大したもてなしもできなくて。いえ、こちらこそすみません、急に押しかけて。まだ名乗っていなかったかな。本庄と申します。あ、進藤です。すみません、名刺とかなくて。構わないよ。うわ、大企業の社長さんだ。そりゃこんないいとこ住めるわけだ。ゆうくんの件かな。残念ながらここにはいないよ。先日もうここには来ないと言われてしまってね。ここも来週には引き払う。彼が来ないなら意味ないからね。そんな気はしてました。随分あっさりしてるんですね。優とはその愛人だったんじゃないんですか。彼はそう言っていたけど、私としてはその表現は少し正しくないかな。まあでも大して変わらないか。私に彼を引き止める権利はないよ。彼が私を不要と判断したならもうそれ以上できることはない。あ、それで君は彼がいないことを分かってたのなら何しにここに来たのかな。あなたと話がしたくて。私？俺は優のこと何も知らないから。でも本人に聞いても絶対教えてくれないし、そもそも今どこにいるかもわからない。こんなの最低だってわかってます。それでも嫌われてもいいから、何が優にあんな顔をさせてるのか知りたい。知らなくちゃ納得できない。何でもいいんです、何か知ってたら教えてくれませんか。私が悪い大人だったらどうするのかな。何か嘘を吹き込むかも。本当に悪い人だったらそんなこと言わないでしょ。なんとなくですけど、あなたは悪い人じゃないと思ってます。信用してくれるのは嬉しいけどね。君は彼の中学の同級生なんだってね。
当時の彼はどんな子だった？どんな？別に普通です。おとなしい子ではあったけど。彼の家族に会ったことは？家族？ないです。そうか。これはきっと私から話すべきことではないのだろうけど、彼家庭に問題があったようでね。母は多分俺のことを愛していなかった。俺は父親にらしい。思い出すのだろう、その男の顔を。ねえユウ、ユウもお父さんいた方が嬉しいよね。ある日母が連れてきたその男はいつからかお父さんになった。とても穏やかな人で、連れ子の俺にも優しくしてくれた。だからすぐ馴染めたし、俺はその人が好きだった。本当の父親は俺が生まれてすぐ蒸発してしまったらしい。女手一つで俺を育ててくれた母には感謝している。だから母がその人と幸せになってくれるのなら、それは俺にとっても嬉しいことだった。でも優が悪いんよ、抵抗するけん。殴られたのはその一度だけだったと思う。初めてその人のことが怖いと思った。このことはお母さんには内緒やけね。お母さんの悲しむ顔は見たくないやろ。その人がそういう思考の人だったのか、ストレス発散のはけ口にされただけなのかはわからないけど、ぼんやりとした頭で母は本当に男運がないのだなぁとただただ思った。ユウももうすぐ中学生や、似合っとるわ。言えなかった。だって母は幸せそうだったから。それを求められること以外は、その人はいいお父さんでいてくれたから。家族ごっこを続けていれば、母は俺を愛してくれたから。相手が凌介だったらよかったのに。最低だ。一瞬でもそんな想像をしてしまった自分に嫌気がさす。どうして凌介が俺に構うのかわからないけど、凌介といる時だけは地獄みたいな日常を忘れることができた。絶対に凌介には知られたくない。絶対に。何しとるん？いや、こんでよ。かなえ、触らんで。気持ち悪い、気持ち悪い。また私を裏切るのね。そう言われた気がした。いい、今までのことは全部忘れるんよ。新しい場所で全部やり直すと。うん。ことが世間に露呈する前に逃げるように引っ越した。全部捨てた。言葉も学校も凌介への気持ちも。あの日全部置いてきた。新しい生活はうまくいかなかった。仕事も長続きせず、新しい男にも騙されたらしい母は。ただいま。なのおかしい。なんで？酒に溺れ、見る影もないほどやつれた。全部あいつの。バイト代ここ置いとくから。
そろそろお酒やめた方がいいんじゃないの。しゃしいな。そもそもお前がおるのが悪いんよ。なんで私ばっかりこんな思いせないけんと。お前なんか産まんとけばよかった。あの人が私を捨てたのも。なんでうまくいかんと。どうせお前が誘ったんや。全部お前がおるせいで。お前がおらんとけば私は幸せになれたのに。母はやがて家に帰ってこなくなった。どうするのが正解だったのかな。どうしたら家族になれたのかな。どうしたら母さんは俺を愛してくれたのかな。ねえ、君もしかして行くとこない？よかったらさ。もう何でもいいや。愛してくれるなら誰でもいい。せーの、アンジェンテ。アンジェンテは好きが見つかる新しい BL ボイスコミックチャンネルです。この動画を好きと思ったらチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。恋の致死量は全国の書店、電子ストアで大好評発売中。動画にはないシーンやセリフもありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。好きなものを好きなだけ。今日がちょっといい日になる。そんな時間をあなたにお届けしていきます。アンジェンテの応援よろしくお願いします。